やっていきます。今回はちょっとじゃ多分これ単発だな。単発になる。ウェブシステム聞いたことない。単発の動画になります。クールボーダーズバークールボーダーズ。雪山行きたい。スキーとかスノーボードとかしてみたい。そんなね、冬の思いに応えるこのゲーム、クールボーダーズバーン。スキーじゃないけどな、スノーボードだけどな。スノーボード今まで生きてきてしたことない。スキーはしたことあるけどね。クールボーダーズバーン、まあこれはさすがに知らん人の方が多いだろうなと思うけどね。ただなかなかね、熱くていいゲームですよ。これは実にいいゲーム。これ現代に蘇らせたら多分ね、そこそこヒットするんじゃないかなって気がしますけども、まあ、クールボーダーズバーンです。 かっこよさげな感じのオープニング画面が、かっこよさげだけどジャギジャギっていう時代がね、なんかありそうだよね。セガのアーケードにこんなゲームね、セガの、うん、ありそうな感じ、ありそうなグラフィックスをしてる。なんかね、100円入れてなんかこうディスプレイの前にこう板とかがあって、それをこう、ね、動かしてこうレース競うみたいな、そんな風だね。アクセル、違う、アセーレ。Wanna play? Play? 遊びたいかい? Wanna play? ちゅうことで雪山行きたいっていう思いを叶えるこの冬のゲーム、クールボーダーズバーン実況やっていこうと思います。多分単発になるでしょう。クールボーダーズバーン。始めた。もうセガ臭がすごい、セガ臭がすごい。まあまあいいや、まあいいや。ただね、やっぱ始め、まあ単発でいくよ。これは本当にさらっとこう上辺だけを紹介していく感じでね、そういう単発動画にしていくつもり。うん、奥深いっちゃ奥深いけどね、奥深いっちゃ男がいい、女がいい。ジャンプテクニックボーブ。ちょっと待って、確かこれプレイヤーによって曲が違うんだって気がする。ボブでいいか。ボブは曲がちょっとあれじゃないか。ハウスじゃなかったか。アクセラにしよう。おういえ。はあ、その格好は寒いって。この格好でも寒いけどな。じゃあ、まあ、タクッとね。いろいろ痛がりますね。スタビリティが一番高い、これは。スタビリティって何ですか、実体。耐久性みたいなことなのかな。スタビリティ。マックススピードはわかるな。レスポンスもわかる。スタビリティって何ですかね。スタビリティマックスいって、いこうか。レギュラーとグーフィーってね、呼ぶんだけど、これはあの、右側が、その左利きと右利きみたいな、ね、そういうね。イエス、これね、このね、コースをクリアしていかんと、次のコースが出てこんみたいな感じでね、クリアしないと次のステージが出てこないみたいな。やり込めばいいんだけど、ああいう風にしてジャンプのところ溜めて右か左か、まあ後ろか、重力を押し込んどいて、そしてその溜めた分で回転を加えるみたいな。とてもじゃないが、とてもじゃないが、トリックが決まらない。こういうのもトリック。なんかやたらこなれてるように見えるでしょ。やたらこなれてるように。一度ね、録画したんですね、11月ぐらいに。録画して動画にしようかなと思ったんだけど、その動画消し飛ばしてしまって、まあ今この時期にもう一回やり直しております。スキー、スノボーシーズン今だからね、今見たいでしょう、これはね。今回は成功させるぞ。
全然成功した Anything like it Yeah これでもトリックを決めていこう。おお、いいんじゃない136。こうやってね、あのトリックを成功させると左下見えるかな、ここのところ、ここのところにポイントが加算されていくと。この時間によって、まあ、タイム時間切れをこの加算されたエクストラタイムによって、あの時間切れが防げるという感じなんですね。まあ、分かりやすいじゃないと全然ね、あの持たん、持たんってどう言えばいいんだろう。おっと、うわー、今の3回目がいらんかった、余計やった、3回目が余計じゃった。これでどうかな。とにかく、まあ、トリックを決めないとガードこなれている、やたらとこなれている。クラッシュ、ガードすれば岩も粉粉。ちょっとタグ飛びたな。どうよこのゲーム、楽しそうじゃない。楽しいです。おらー、うおー今のは決まった。つまり溜めてる時間が長ければ長いほど、なんつったらいいかな、回転の速さが、回転数が上がるっちゅうかね。Too shabby? Yeah. 5438 points. Got a new course get. もう全然日本語が全く、画面上に日本語が全くない。異国か、ここは。アザラシにしとこうか。AZA。何？トリック。あ、トリックで3位に入ったか。このね、タイムスコアか、トリックかトータルかという形でこのランキングの中に入ることができれば次のコースが出てくるっていう、そういうシステムなんですね。今のたまたまね、うまいことトリックで、トリックとトータルで入れたから、こうやって次のコースが出てきたっていうやつですね。チェーン、次別のキャラ行ってみようか。女の子キャラ行こうか。それもお見せしていこう、お見せしていこう、お見せしていこう。ティア、ティア、まああれだな、あのスキー場ゲレンデで見る女子は可愛く見える理論だな。どんな理論だそれは。2パート2、エメラルドフォレスト、エメラルドフォレスト。もう全然タイム、トリック、トータル、どの成績でも構わない。ランキング3位以内に入れば次のコースに進めるぞいと。イエ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 イ、ドゥイ。このコースをまあ初見でクリア、まあ何回か練習したはしたが、ゾン、よし来たー。このステージクリアするのにね、多分ね30回ぐらいやってでクリアしたけど、まあその動画ね、動画撮ろうとした時にね、11月ぐらいに撮ろうとした時にね、30回ぐらいやったぞ。そしてクリアできんかった。クリアはできた、クリアできたけど動画としてあげるにはどうかなみたいな、おくらい、泣く泣くおくらいにした。そういう悲しみを背負ったクールボーダーズバーンですね。これショートカットだから、何気にショートカットを使ってしまった。多分前のめりになると少し早くなったりとか、そんなあったりとか。ちょっとこれは間に合わんな、何かトリックを決めるには回転ぐらいいいでしょう。あ、回転に上回転、横回転だけだとそんなにトリックのポイントはつかない、上回転、斜め回転ぐらいになってくると、あ、難易度がぐん、難易度、着地の難易度が上がるからポイントがぐっとつくんだけど、その着地の難易度が上がるわけで失敗したら0点だからね。それはもう、それを失敗するぐらいだったら、まあ横回転ぐらいで済ましとくかという、横だったらまあね90度にさえならなければ、雪面に対して90度での入射角で入っていかなければ、まあなんとか持ち直すという感じになるんでね。
ウォークラッシュキープムービン急げ急げって言ってんのかな。さあ遺跡の中に入ってまいりました。ここからがちょっとワンミスで死んじゃうところみたいな。どうしよっかなーていだーやっちゃった。 What are you doing? 何やっとんじゃぬしゃと、そういう風な叱責が飛んでおりますね。英語で叱責が飛んでますね。これねスピードがあんまり調節できない、あんまり調節できない。ちょっとはできるんだけどね。あ、変な、そうなるよな。回転がね難しい。その高さもだけど、高さもランダムだし、高さもランダムだし、速さもわからないし、速って感じだからなかなかね。え、これいける？いけど、なんだこれ。ショートカットができたのにこれだよ。せっかくのショートカットが、スネオトラックスとか言ってる。せっかくショートカットできても、10秒9、まあなんとかクリアだけしたい。難しいんじゃ、デレ難しいんじゃ。これが間に合わんの。あそこをここ飛べたらもう少しポイント加算されて、まあしゃあない、こんなもんなんですね。難しいんです、クールボーダーズバーン、難しいんです。怒りの撤退や、怒りの撤退。まあ、単発で上げるつもりだからね、これを多分何回も取り直しても多分うまくいかないっす。スーパーパイプ、これを見せしていこう。スーパーパイプはですね、競技スノーボードと同じような、こう右行ったり左行ったりしながらこうトリックを決めていくっていうやつですね。多分ジャンプとマックススピード配分しょうがないな。これはこいつかこいつが向いてるな。こうやっていこう。ボーブ、見た目に反してテクニシャン。スピードは必要ない。レスポンスがスタビリティが高ければいいかな。ワオコース、これしかない。技トリックはね、 R ボタンと B ボタンで出せて、しかも上と上の押し込み、下の押し込みで技が変わってくる。こんなん成功するわけない。まあ、たとえ失敗しようとも繰り返すのが男ってもんよ。無理。こんだけ回転かけると、まあろくに成功せんわなという。回転数が足りてない。よし、あ、780度、これまで行くとアンビリーバボーとか言われるんだけど、あー、やばい。ブルー、アンビリーバボー、笑いすぎ、おっさん笑いすぎ。どうなんでしょう、スタンダード 0.0、 ローテーション 3.6、 アンプリキ、あ、Not bad. Not bad. ね。ダメだ。もう一回やらせてくれ。これ、ここに入らんと次のコース出てこんけ。もう一回だけやらせてください。もう一回やらせてください。もう一回やるけど、またおっさんじゃ。Welcome to the Super Pipe. なんて言ってか言おうかな。Ready? とにかく技を出していかないといかん。よいしょい。頭からね。これはさ、上げようかどうかっていうのはなかなか悩むよね。
動画としてあげるかどうかは悩むところがあるよね。何回も何回も失敗するのもさ、なんで今ダメなのよ。だからね、この回転がね、無理だな。今3058ポイント、4353ポイント、5000ぐらいいったら多分次のコース出てくるんじゃなかったかな。いいですよ、横回転でいこう、横回転で3回ぐらい決めていこう。6000ぐらい欲しいな。6000。ラストワン、ラストワン、ラストワン。よし。バカ。だがまあ、どうだ？いけたんじゃないか。You got the new record! New course get! やったぜ。やったぜ！というふうになります。つまりレコードを書き換えることができる。もう一回当たって打つね。まあ、ABC でも。3位だけどな。トータルで3位で。全然入れてないけど。もうちょっと時間がある。今16分だね。あと最後、ラストラン。もうめちゃくちゃだろうがラストラン行こう。Welcome! この子行こう。ジャンプとスピードしかないけど。どっちも、上が寒いか下が寒いかみたいな。上が寒いのがまだええわ。下だ。とにかくスタビリティがおそらく、スタビリティがおそらくあれじゃん、あのジャンプのせい、なんか安定性みたいなじゃない多分。だから、まあ、こういう風なのを選ぶなら、こういう風なコースを選ぶなら、おそらくこういうスタビリティが高いボードを選んだ方がいいのかな。じゃない、安定感を重視していく。つまり横回転しかかけずにいく。このトリックをしてる全部成功してる。だがちょっとポイントは低い。仕方ない、それは若干仕方ない。さあ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 急げー。これは正面に見えるやつを使って跳ねよう、飛ぼう。ちょっとジャンプが踏み切りが遅かったかな。これもちょっとジャンプできてない、実は。これで上の段に行きたい。ダメだ、こんな動画で締めになるのはちょっと嫌だな。嫌だけどしょうがないか。どないせっちゅう感じでもないのか。わかんねえ、コースがよく分かってない。また上に上がるか。まずい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 、よく分かってないまま。これどうすりゃいいの。こう、おお、謎の成功。おお、ここから多分持ち直せるか。持ち直せるのんじゃ。上行っちゃいけん、上行っちゃいけん。あと53秒52秒、何もできんけえな、この間何もできんけえな。
この壁を使って、あ、ゴールだな、ゴールかな、ゴール。なんか褒められてね、今褒められてね。 Not bad、 でも練習した方がいいよみたいなこと言ってる、多分英語よくわからん。英語に自信に翻訳お願いします。何にもならんかったな、最後は。最後、うおーみたいな感じじゃないなと。が、まあ、こんなもんだな。ほな、クールボーダーズバーン実況でした。ね、いろんなコース見たい？いろんなコース見たいというのであれば、このフリーパイプをね、もうちょっと頑張って。フリーライドだな。フリーライド頑張って、もうちょっとコースを出すっていうのも、やぶさかではないから。クールボーダーズ実況パート1、2、3と上げていくのも、まあ、悪くねえんかもしれんけどな。うまいことやると、そのどんどんコースも増えるし、板も増えていくんで、確かに板も増えていくんですね。うん、おもむろに最後すごいトラック決めて終わるから、それ見といて、それだけ見といて。グラブトリックは着地、あ、それ最初のトリック出せるのはここ。行くぜ、すごいトリックを見せて、お見せして。